お疲れ様です。珍しく私とお茶子様で。様まだ、様だなんてそんな。撮影に来ております。ちょっとね、弾丸でね。今日実は社長に一人で来いって言われてたんですけど、現場見たいということでご一緒に。みそおろしさんたちどこいるっすかね。探しに行きますか。じゃあ探しに行こう。お疲れ様です。お疲れ様です。木村と申します。どうも、はじめまして。お疲れ様です。わかんないとことか問題なさそうですか。はい、まあ大丈夫です。大丈夫。はい、ありがとうございます。はい、なんで親方になろうと思ったんですか。って挑戦してみたかったから。挑戦してどうでした。今頑張ってます。なんで塗装を始めたか。きっかけとか。きっかけは父ちゃんがやっとったからですね。じいちゃんと弟どっちが腕がいいんですか。こっちの方が細かい仕事はマイペースなんで結構綺麗にやってくれます、ね。細かい仕事とか。いい兄ちゃんやな。喧嘩ないですもんね。喧嘩はないです。仲良しらしいです。素敵だね。小学校6年ぐらいまではあったと思うんですけど、中学校入ってから一切ないですね。じゃあ逆に弟さんはお兄ちゃんこういうところをリスペクトしてるってとこは、まあ、一緒に同じことやってるじゃないですか。はい。で、おっせえなとか言ってちょっと煽ると5分ぐらい早くなります。うお、煽らんと早くなるんですか。お兄ちゃんめっちゃ真面目に答えて、弟ギャグ、弟ギャグでいく。真面目に答えた意味ないです。ギャグで攻めるっすよ。僕もふざけなかった。兄弟だってて喧嘩ないんですか。ないっすよ。うざっていうか腹立つことないんですか。別に弟の僕がこうやれって言っても弟はいやこうやった方がいいんじゃないとか、うん、であそのやり方もありだなみたいな感じで。じゃあお兄ちゃんが優しいってことですか。当たってくることはありますよ。どうやって。そうですか。ちょっと現場のことでこれ後期がどうのこうのだとか、ね、考えとるときとかにちょっと冗談でおかしなこと言うとお前うるせえよ。出てきた出てきた、はい、真剣に考えてるときにいつも通りふざけたこと言うとたまにムカつきます。うるせえわって言って黙るんですか。これちょっと今機嫌悪いな。弟を察して。何歳違うんですか。2つです。結構近いね。年近いですね。2つだったら結構喧嘩になりそうですよ ね。でもちっちゃい頃から一緒にずっと遊んだりしてたんで、まあ、全くないですね、そういうの。なんで結構みんな他のところとか兄弟仲悪いとこあるじゃないですか。確かに全く気持ちが分かんないですね。たまにしか会わないとかありますよね。だって普通に。ああ、ありますね。お兄ちゃんの意見その通りだなって感じです。その通りですね。仲良さそうって感じで撮るよね、雰囲気に。でも兄弟見る目ない。本当は仲悪い。いや、見る目すごいあります。すごい。だんだんキャラ分かってきたな。乗り換え道場、はい、どうですか。なんか大雑把すぎて質問が。出始めてから、まあ、はい、塗り替え道場さんまだ塗り替え道場さんしかやったことないんで、うん、あ、一人親方になってからここですか。そうなんだ。もうずっといてくださいね。わかりました。いや、わかりましたって言ったんで。現地取ったな。はい、これ証拠になるんで、YouTube に残るし、うん。じゃあ、塗装職人じゃなかったら何やってたかったですか。ちっちゃい頃から空手とキックボクシングをやってるんで、高校上がるときにうちでプロデビューをしてくれっていう声がかかってて、なんで多分塗装やってなかったら多分格闘家やってたかもしれないですね。へぇ、お前は多分全く一緒です。え、格闘やってたんですか。一緒にみんな兄弟みんなやってて、兄弟みんなやってて。あ、そうなんだ。じゃあ終わりますか。2時間ぐらいですか。大丈夫ですか。一応26分撮ってます。26分。でも座って作戦会議室のも入ってるんですね。でもその辺多分カットする。一回止めていいですか。まだもうちょい。さっきから止め。今から本番。お互いの質問コーナー。結婚されてるんです、弟さん。おめでとうございます。もうずっと前です。お兄ちゃんは未婚。まあ独身です。あ、世の中の女性の皆さん。あ、お願いします。彼女はいますか。今いないです。彼女募集中。今は大丈夫。今はいらないですか。今楽しんでるみたいです。え、何人もの子と遊んでる。いや違う違う。そういうのはないです。一途。そうですね、一途。ちょっと点々点って感じですよね。点々点。じゃあ、はい、弟さんは結婚できてお兄さんが結婚してない違いは何なんですか。違い。違い。
嘘です、すいません。違う、どうなんだろう。ジョークですけど。あ、でも、うん、ちょっと飽き性があるかもしれないですよ、お兄さん。はい、飽き性あったらもうダメですね。え、私も飽き性なんで。無理になったらとことん無理っていうタイプなんですよ。大型っすか。大型っす。私もなんですよ。ちょっと極端になっちゃうってことですか。そうです。好きだったら好きだけど、違うってなったら、本当にちょっとなんかムカつくことあったら、うん、もうマジ無理になる。一緒なんです。一緒だそうです。私も大型っす。マジ本当無理こいつってなっちゃうんですよ。私も無理だったら本当とことん無理です。そう、だから嫌いになった人はマジ嫌いなんですよ。マジ無理です。そう、その人と一生仲良くなることないですもん。A 型、 A 型どうですか。何がですか。お兄ちゃんってそんな感じですか、見てて。そういう感じですね。え、僕はどうですか。 A 型。 A 型、ハケ洗うとかネタばっか助けるとか、車の掃除は全部僕ですね。几帳面ってことですね。めちゃくちゃ不満になった不満っぽく。几帳面なんです。 A 型几帳面するの。確か汚いのがちょっと無理みたいな。でも、まあ、洗ったり綺麗にするならまあちゃんとやろうみたいな。あ、じゃあ結婚生活どうですか。新婚ですか。新婚だと思います。結婚して何年目ですか。もうすぐ4月1日で2年目です。おお、もうすぐですね。本当にどうですか。どうですか。結婚生活、子供が可愛いなって。あ、子供いるんですか。思います。可愛い。どうですか、お父さん。思っとったよりは別に大変じゃないなって。奥さんはそう思ってないかもしれない。奥さんは大変かもしれない。でもお前なんか結構家事手伝うな。そうなんですか。家事やるんですか。家事結構やってる方だと思います。食器洗いとか。食器洗い、掃除機も。え、めっちゃいい旦那さんですよ ね。そうして欲しいね。子供もご飯食べさせたりもするし。遊びに行ったりしないんですか、夜友達と。とか、いや、ほとんどないですね。半年に一回行くか行かんかぐらい。家庭的な理想のパパですよね。見た目と違って。見た目と違って。めちゃくちゃ失礼ですけど。でも新たな一面見えたね。そうですね。ギャップ萌えではないですけど。普段名前で呼び合ってますか。あ、そうです。ランライで呼び合ってます。ランライ。いや、違います。何？キャプテンとか。キャプテン。その場の都合で。あ、僕は呼んでですか、はい。お兄ちゃんのこと。キャップって呼ぶ。真面目に親方とかキャプテンとか兄ちゃんとかとか呼ばないですか。兄ちゃんは、まあでも誰かと喋っとって俺の兄ちゃんがとかそんなぐらいですか。え、長男ですか。長男です。次男ですか。そうですね。まあ、じゃあ下に2人いる。これからどうなっていきたいですか。これから頑張ります。マジめっちゃ普通。最後この質問で締めたいんですけど、生まれ変わったら何になりたいですか。鳥。鳥です。インコになりたいですね。じゃあカカゴキブリで。カカゴキブリ嫌われ者っすよ。トリキーやん。人間の嫌われ者っすよ。なんならやられるかわからん、ギリギリで。あ、そういう刺激的な人生をってことですか。あーって言っちゃったよ。なんかちょっと納得できちゃうよ、ね、でも物かかゴキブリですからね。じゃあ次。私生まれ変わったらあったかい海の辺でオーストラリアとか優雅にウミガメみたいな綺麗な海を泳ぎたい。そう、綺麗な海をこう泳ぎたいみたいなって。ちょ、みおちゃん。何がいいですか。みおちゃん。私ですか。ごめんね。私は生まれ変わったら何になりたいですか。アイドルになりたいですか。アイドル。それは、え、私ずっと言ってませんでもアイドルになりたかったって。聞いたことあるかもしれん。笑ってるからとか言ってますけど、どう思いますか。アイドルになりたいって。真逆な人生歩んでみてください。あー、でもそれわかります、ね、そう、なんで。あー、なれるよ。いや、今からでも。今もなりたくないな。マジが。お父様は生まれ変わったら何になりたいですか。皆さんはなんかインコとか蚊とかゴキブリとかカメとかアイドルとかそんな感じです。ふざけた。ふざけてないかもしれない。ガチで最後プレッシャーだぞ。ね、ニューハーフになる。ニューハーフ。ありかも。ありかも。でもありかも。ありかも。ありがとうございました、長々と。登録チャンネルといいね、よろしくね。また見てね。ありがとうございます。あと最後に1個お願いですけど、TikTok 踊ってください。
人で。あ、それはいいですよ。いいです。いいんだ。いいんだ。井村さんからお願いされてて。あ、マジですか。撮ってきてじゃあ撮るしかないです。3本ぐらい撮らせてほしいです。あ、わかりました。ちょっと頑張ります。気になる。私も楽しみ。めっちゃ楽しみです。なんか得意なダンスとかありますか？得意なダンス。TikTok で。いや、TikTok 見ないですね。見ないですか？見ないですね。TikTok でも四日市の現場来て TikTok 載せるって言ってたの、その時に撮りましたね。そうです。でも質問だけですね、あの時。見ました？見ました。載せられたな。でも今日は音楽ありのダンスで。真面目に踊った方がいいですか？当たり前じゃないですか。真面目に踊るしかない。真面目にってちょっとふざけて踊りたいってことですか？いや、ふざけちゃうんじゃないかな、多分ね。恥ずかしくない。全然いいですよ。ふざけちゃうのいいですよ。その一本に収まれば。全然。で、お使いなさそうなふざけはちょっとすいませんけど。了解です。NG で。面白いかどうかがね、大事だもんね。井村さんに怒られちゃうんで、これは。了解です。